愛知県立鴨モ級高等学校は愛知県豊田市藤岡飯野町に所在する公立の高等学校である。1971年2月、文工統合による独立した県立高校の建設のため、愛知県知事、藤岡村長、小原村長の間で覚書が交換された。同年4月に愛知県鴨モ地区県立学校開設準備が開始され、 同年8月に建設工事機構式を挙行。同年9月に学校名学科等が公示され、愛知県立科目級高等学校普通科が設置された。同年12月には1972年度、愛知県立高等学校入学募集要項に、愛知県立科目級高等学校が普通科3学級として生徒募集を実施する旨が広告された。1972年3月に、 女子征服や交渉などが決定し、同年3月に1972年度入学者選抜が実施された。交渉の台座は、スハマの葉をかたどっており、台座の葉の3つの臨片は、教育目標の3つの柱である地、徳、体を示している。この植物は、本校の立地地域にも自生し、玄関の季節に積雪を割って開花する習性を有する。 その体感性と容姿の愛らしさに、大しさ、たくましさの中に清潔な心と姿という意味合いを重ねた。なお、交渉の中心に配した、こうの文字を継承化した部分は、高等学校という場における、人と人の交わりと連帯性を象徴する意味を有する。ありがとうございます。